坂本さん、はい、9時の時間です。え、そんな時間ないでしょ。手こんなでしょうか。ソーシャル、ソーシャル、ディスタンス、ディスタンス、はい、引いてください。これ、いや、あ、それ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 、気をつけて、こうなる。そう、いいね。いい、はい、戻して、戻した。これそれ、あ、ちょちょちょ、見ちゃダメ、見ちゃ、もう指定されてるけどな。リサイクルショップ行ってみましょう。今、はい、今か、行ってきます。返して、なんだよ、行ってきます。ということで、私は野場団地ショッピングセンター街にやってきております。ゲストの方も来てくれてます。あ、あ、お、なんだ、獣か、なんだ、何がいいんだ、え、あれで獣会ということで、今日もケンジル君と一緒に行きたいと思います。行きまーす。ハビコラテレビ。さあ、ケンちゃん、リサイクルショップ、リサイクルショップ、どこ、長持ちさん、あ、こ、あ、こちらですか、グッドフォーチュン。あ、リサイクルショップも書いてありますからね。これです。もう早速商品が並んでます。行ってみましょう。行きましょう。失礼します。こんばんは。おお、たくさんおります、ね、めちゃめちゃありますね。お、いろんなものがあるんですよ。これは沢尻エリカが使ってたやつじゃないですか。いや、違うでしょ。違います、これ、あの、別にの時のじゃないでしょ。違いますか、うん、こんなの服着てましたけど。着てましたよね、うん、あ、ケンちゃん、はい、戦車がありますよ。戦車ちゃいますね。ドバババ、ドバババ、ドバババって、これはもう、あの、おばあちゃんたちが歩く時のカート。戦車じゃない、違います、違いますよ。カートでした。カートでございます。まあ、その他も冷蔵庫であったりとか、はい、飾るもの、絵なんかもありますね。絵って売れたり買えたりするんですよね。これすごい、ラッセンじゃないですか。本当だ、ラッセンなんて奥じゃない、はい、4800円です、ラッセン。ラッセン書いてありますよ、でも。まあでも、本物とも偽物とも書いてないですから。まあ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 、はい、おお、ほら、こんなすごくない、これ何で作ってるの。油絵じゃないでしょ。ゴッホとかの絵みたいですね、イメリ。ねえ、だってここなんて立体ですよ。わあ、素晴らしい。すごい、どういう作りになってるのか。めちゃめちゃあるな、いろいろ。そしてほら、もうこの茶器というかね、はい、食器でもこのお茶。はあ、素晴らしいですけども。すごいですね。あ、ほら、ケンちゃん欲しかった、ほら。あ、チャイルドシートですね。うん、ケンちゃん、これで車乗るんでしょ、はい、僕、これで乗りますよ。変態だから。いやいや、41歳よ。もう41歳になりました。41歳になりましたね。これちょっと古めかしいぬいぐるみだったりとか、はいはいはい、いろいろありますね。おお、見て、ボストンレッドソックス。おお、ほら、レッドソックス。やっぱ大リーグファンのね、方いますから。未使用じゃないですか、しかも。いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。新品ですよ。新品ですよ。こういうのもあるんですね。ね、安く売れます。お酒、お酒。お酒はね、もうこれはありがたいですね。見て、早く飲みて。いや、そんなにお酒好きじゃないでしょ。ね。すごいね、いろいろありますね、楽しいです ね、見てるだけで楽しいですね。うん、こちらはリサイクルショップで合ってますか。はい、そうです。ああ、よかった。ってことは、何か物を持ち込めば査定していただくことは。はい、もちろん可能です。できるんですね。おー、開運ハビゴラ鑑定団。の、挑戦者はこちらの方です。目黒区にお住まいの、本当は川崎市に住んでいるケンジル君です。お願いいたします。あ、どうも、こんにちは。こんにちは。こんにちは。さあ、今日はどんなものを。あ、私が持ってきたものはこちらでございます、はい、この私が普段、はい、パンツを食い込ませるヒーロー、うん、食い込めんというヒーローをやってるんですが。ヒーローをやってる、はい、うん、その衣装です。フルセットで持ってきていただいたということですね。これがいくらになるかっていうのをちょっと鑑定していただこうかなと思いまして、はい、まずは
この衣装のヒーロースーツですね。スーツですね、はい、ヒーロースーツ。さあそしてヒーローパンツ。ヒーローパンツ、これで上下上下ですね。こちらこれと、さあそして、そしてここがかっこいいんですよ、うん、ヒーローマフラー。随分と黄ばんでらっしゃる。これです、はい、この黄ばみがポイント、はい、でサングラスでございます。サングラス、これもないとダメなんですね。これもないとダメです。これはちなみにメーカーもんなんですか。これはですね、100均ですね。レイバンでもない。はい、でこちらの、僕がこちらが変身ベルト。ベルト、なるほど。あ、こちらオーダーメイドですか。そうなんですよ、9156です、ね。ちなみにこちら どちらで。これはですね、ネットオークションですね。なるほど、はい、そんなに高くない。で、こちらベルト、このベルトが高かったりするの。これブランド品です。ブランド品、どうですか、はい、キャンドゥ。なるほど、はい、はいはい、では、ケンジルさん、はい、希望額はおいくらまで。これね、結構ね、番組地上波とかでも全国ネットでも使わせていただいたんで、はい、こちらすべてセットで、はい、僕希望額、はい、14万円。14万円、はい、なるほど。さあ、いくらになるんでしょうか。それでは査定の方が出ました。査定額はいくらでしょうか。300円です。おーえー、なるほど、300円ということで。会長、本当ですか。ありがとうございます。なんで。いや、ついた方ですよ。これだってコーチですよ、一応。あ、ブランドものコーチ。はー、しかもこれ、はい、ヤフオクで4100円で結構競って落としたんですから。ちょっとポイント聞いてみましょうか。何ですか。さあ、その300円のポイントとなった点、どこら辺なんでしょう。大半はコーチのマフラー。なるほど。じゃあコーチが減った場合はおいくらになるんですか。お持ち帰りを。なんで0円。ちなみにケンジルさんはどれぐらいこのグッズで稼がれたんですか。これですか、はい、これじゃあほにゃほにゃな入れてくださいよ、はい、これ以上は稼ぎましたね。なるほど。闇営業との割合はどれぐらいでしょう。91で。91でどっちでしょう。こちらです。闇ですね。はい。闇営業でほぼ稼いだ額ということでございました。アビゴラテレビ。さあ、こちらリサイクルショップということなんですけども、はい、どれぐらいやられてるんですか。もう14年です。14年ということはもう老舗の部類ということでしょうけども、どういったお客様が来られますか。ご来店いただけるのは、はい、やっぱり野場地域の方が多いです。近隣の方が多いということです、はい、もう見てるだけでちょっともう楽しいですもんね。ありがとうございます。もうなんかあんなもんもこんなもんもあるんだっていう、本当博物館のようなね、ワクワク感もあるんですけども、ちなみに今日は我々こうね、あの物を持ってきましたけども、はい、出張の方も買い取りされてると。そうですね、出張で買い取りをさせていただくことの方が多いです。だからもうお電話とか。そうですね、はい、はい、なるほど。じゃあまあご高齢の方でいろいろね、重くて持てないという方も出張して買い取っていただくと、はい、いうことなんですか。なるほどですね。ちなみにですね、はい、この番組はそのお店の一番なものというのを聞いて旅をしてるんですけども、はい、この店の、そうですね、まあリサイクル店ですから一番珍しいものを聞いてもよろしいでしょうか。今ですとテディベアが。テディベア、はい、というとあの、まあ、クマですね。かわいらしいクマのぬいぐるみですけども、はい、そんな珍しいですか。あの限定品になりますので。あ、じゃあもう外国の本物のということですか。そうですね。それはレアですね。はあ、この店の一番テディベア、特に飛行士の衣装を身にまとったテディベアはドイツに拠点を構えるハーマン社製、シリアルナンバー入りで世界に500体しかない大変貴重なものだそう。他にもたくさんのものが置いてあるこの店で、あなたの一生の宝物に出会えるかもしれません。商店街とは地域住民の方のコミュニケーションツールだと思ってます。ありがとうございます。さあ、それでは決断の時
売りますか売りませんか、どちらでしょう。売ります。300円でハンマーフライス。はい。